ここから今の現実にエネルギーが流れてくるんですよね。で、こちらに近づく出来事っていうのが起こってくるんです。こちらの実現している波動の高さと強さを自分が身につければこの現実にアクセスするようになる。で、今の自分がこの波動に変わっていくための出来事が起こるようになるんですよね。で、今日はですね、波動を強くするにはどうしたらいいですかっていうね、お話をよくいただきますので、波動を強くするコツっていうのをいくつかね、お伝えをしていこうかなと思います。で、波動っていうのは、高い低いはよく言うんですけれども、波動には強さがあるんですよね。波動が強いものが波動が弱いものに影響を与えることができるんですよ。波動が強い人か波動が弱い人に影響を与えることができるんですね。結構多くの人が、お金が欲しいとかビジネスをうまくいかせたいって時に波動を高くしなきゃって思う人多いですよね。波動を高くする。でも波動が高くても波動が弱ければうまくいかないですよ。波動が高くても弱ければうまくいかないですよね。人に影響力を与えるとか、多くの人に伝えるとかっていうのは、もちろんマーケティングとかテクニカルなことはあるんですけれども、波動が弱いんだけれども、テクニカルなやり方で影響力を持つっていう方もいらっしゃいます。でもこれはね、結構危険でね、そのエネルギーに負けてしまうっていう、短命で終わるってことは結構ありますから、11年以上続かなかったりね、短命で終わるっていうことはあるんですよね。だから波動の強さっていうのを強くしていきながら成長していくっていうのがいいですよね。だから僕はテクニカルなやり方で一気に爆発的に稼ぐとか、一気に爆発的に登録者増やすとか、あんまりそういうことはしないんですよね。自分の波動の強さを見ながらやる。なぜなら僕の中で一番テーマと意識しているのは、もう続けること、長く続けることっていうことを常に意識してますので、仕事で言ったら、まあ、死ぬまでなので、まあ、僕がいつ死ぬかちょっと分かんないですけど、例えば80歳で死ぬとしたら、今46なのであと34年間あるわけですよね。34年間ずーっと一定の成果を出し続けるっていうことを僕は意識してるんですよね。だからどっかで終わってしまったら何の意味もないので、それにはやっぱ自分の波動の強さ、それともちろんテクニック的なね、マーケティング的な、それは必要なので、そこを両方を意識しながらやっていってるんですよ。波動を強くするのに大事なのはですね、女性の場合はですよ、この本に書いてるんですけどね、女性が波動を強くするには自分を大切にすること、女性が波動を強くするには147ページ、自分を愛すること、最優先させてあげること、自分が輝くことっていうね、それらをしていくんですよ。自分を愛する、最優先させる、自分を輝かせてあげる。女性は特に自分を最優先させるとか、自分を大切に扱うとかね、それらがなかなかできない環境であったりとか、それができない状況とかね、そういうことが多いんですよね。家族がいたらなかなか自分を最優先させられないですしね、経済的な部分でできない部分もあるんですけれども、それでもなんとか自分を優先させたり、大切に扱ったり、自分を表現したりね、少しずつやっていく。波動が強くなればそうなれるんじゃなくて、ハードルを乗り越えてそれらを実現していくことで波動って強くなるんですよ。逆なんですよね。波動を強くすれば自分を最優先できるようになるとか、波動を強くすれば自由に生きられるじゃなくて、自分を最優先させる、でもその時に家族の反対にあったり、経済的な部分で、ネックになったりね、そういったものを一つ一つクリアしていくことですよね。クリアしていくと波動って強くなるんですよ。でも家族います、子供います、日常の中の全てのことの優先順位を自分最優先っていうのはちょっと非現実的じゃないですか。だから1週間のうち1日でもいいし、それが難しい方はどこかの3時間ぐらいでもいいから、自分のための時間を取るとか、そういうところが始めてます。みんな一気に変えようとするから、圧力も生じるし、一気に変えないといけないと思ってるから無理って思うし、でもそうじゃなくて、ちょっとのしたところから、その自分を最優先させる時間を作る。そのために、
例えば旦那さんに子供のことをお願いするとかね、そういうことも必要にはなるとは思うんですけれども、そうやって自分を輝かせる、大切に扱う、自分を愛する、最優先させる、そういった部分をちょっとずつ作っていく。それで波動って強くなってきますから、ぜひそんなことをしていただくとね、いいなと思います。で、男性は違うんですよ。男性はもうチャレンジです。チャレンジをして、目標をね、何かを決めてそれを達成しきる、なんか責任を持つっていうのでもいいですよね。責任持つときに腹くくりますから、そういうので波動って強くなってくるので、だから自分が生きたいようにただ生きるっていうことでは男性はなかなか、そもそも女性の方がエネルギー波動は強いので、で男性は鍛えていかないといけないですよね。鍛えていかないといけない。で、鍛えるのには、誰かを守るとかね、何かの責任を負うとか、何か目標を決めて達成しきるとか、そういったちょっとずつちょっとずつそれらをやっていくことで丹田って鍛えられる。で、丹田を鍛えると波動って強くなるので、腹をくくる、この腹っていうのが丹田ですから、まあ、いろんな方を見てて相対的に経営者の方が波動は強いですよね。経営者の方が波動は強い、創業経営者の方が波動は強いですよね。で、なぜかというと、経営者は、まあ僕も経営者ですけど、毎月毎月腹くくらないといけないですよ。今月締めました。じゃあ来月もこれだけの売り上げを上げる。で、どこで腹をくくるかっていうと、社員にね、お給料を払わないといけないので、その社員だけじゃない、社員の家族も見えてくるんですよね。そうすると、自分が何とかして売り上げを上げて、お給料を払うっていう。ね、そんなんで、経営者って結構毎月毎月腹くくってるんですよね。でも社員の人はそこまで、責任を負ってなかったりするので、やっぱ質がちょっと違う。僕はどっちも経験してるから分かるんですけれどもね、ちょっと質が違うんですよね。そうするとやっぱり相対的に腹くくった数は創業経営者の方が多いので、そうしたら丹田っていうのは鍛えられていきますので、ね、でも元々は一緒なんです。元々は一緒なので、だから今からなんか目標を決めて達成しきるっていうのもいいし、何でもいいので責任を負ってみるっていうのもいいしね。だからいいか悪いか、これは人それぞれなんですけれども、今ね、管理職になることを避ける人が結構多いですよね。責任を負いたくないからって。でもね、その責任って、結構仕事だけじゃないですよね。丹田を鍛えておけば、もちろん仕事でも生きるんだけれども、趣味でも生きてくるんですよ。趣味でも、人間関係でも全部生きてくるのですね。だから管理職で責任を負うっていうことはやってみたらいいんじゃないかなと、丹田的には、僕なんかは思いますよね。まあでもそれで、ブラック企業で、管理職になると体も壊してしまうこともあるので、なかなか一概には言えないんですけれども、責任を負いたくないからっていう理由で避けるのは波動としてはちょっともったいないっていうのは思いますね。男性の場合、男性はちょっとずつですから。男性はね、丹田も小さいですよ。それがちょっとずつ大きくなっていきますからね。で、そんなことしていくと影響力が出るんですよ。説得力も出るんですよ。で、男性でパートナー欲しい人は丹田強い人の方がモテますから、波動が強い人の方がやっぱモテるんですよね。だから波動を強くする丹田を鍛えておけば、本当ね、いろんなことが自分にとって都合のいいように回るようになるので、ぜひ波動を強くするということをされるとね、意識して、いろんなチャレンジされるといいですよね。男女で共通するのは、自分との約束を守り続ける。毎日これをやるって決めるんですよ。毎日私はこれをやろうと。それを毎日毎日続けていくと、自信も持てるし、で、自信と波動の強さっていうのはやっぱり連動してくるので、そしたらやればやるほど、自分との約束を守れば守るほど波動っていうのは強くなってきますね。毎日ツイッターでつぶやくでもいいですし、毎日歩くでもいいです。最初はハードル下げた方がいいですけどね。毎日走るだと結構大変なんで、そんなのを1000日続けてみるとですよね。僕も今1000日業2回目やってますけれども、毎日やることがあるんですよね。999日だとダメなんですよ。1000日まできっちりやることなんです。1000日やるとそこで一気に波動の強さって変わる、ポンって変わるので、1000日やり続けるっていうのがすごく大事なので、なんかそういうのをねしてみられるといいですよね。1000日だから3年足らずです。3年足らず。僕の1000日業はね、今日でね884日目です。884日目で、あと116日、それで1000日なんですよね。
自分との約束を守り続ける、で目標を決めて達成しきる、いつまでに何々を達成するっていう自分との約束だから、それをしっかりと達成するように取り組むっていうのは大事ですよね。自分の人生をしっかりと生きることですよ。本当に自分を信じてやりたいことを一つずつやる。焦ってもしょうがないので、焦って大きなことをしようとしないことです。今の自分ができることをまずはしっかりとチャレンジしてやる。それで成果を出す。ってやるとまた違う道が開けてきますので、一つ一つからちょっとずつ自分が動かせる部分っていうのを増やしていけばいいですからね。最初の一歩は小さいんですけれども、その一歩を踏み出し続けるその一歩が大きくなってきますから、最初の一歩小さいです。それでもこれに慣れてくると今までの2歩分が次の一歩になるので、そうやって進んでいく感覚っていうのをまず身につけていただくとね、いいかなと思います。現実って、今の自分が自分にふさわしいと、現実というのは今の自分が自分にふさわしいと思ってるものが展開するんですよ。自分にはこういう現実がふさわしい。それを言い換えると僕はよく言ってるんですけれども、自分への許可ですよね。自分でこれぐらいの人間って思ってたらそれぐらいの現実になるし、いやいやまだまだ自分でこうだって、ふさわしい範囲を広げてあげるとその現実が見えてくるようになるんですよね。引き寄せたいこと皆さんあるじゃないですか。宇宙にオーダーもあると思うんですよね。あると思うんだけれども、その現実が今この瞬間の自分にふさわしいと思えてあげてないことがいっぱいあるんですよね。今の自分にはそれは贅沢だって思ったりとか、ちょっと荷が重いって思ったりとか、いや今の自分にはそれは気後れすると思ったりとか、そうするとなかなか引き寄せて起きないですよね。言い方変えるとセルフイメージにもなるんですけどね。自分のセルフイメージっていうのをしっかりと上げてあげる。で、いろんな現実に対して気遅れするとか、そういうものではなくて、自分にふさわしいと思ってあげるっていうのが、めちゃくちゃ大事なので、自分にはまだまだって思ってると、もうまだまだな現実が見えてくるのでね。だから、現実は自分が自分をどう思ってるかに応じて、いろんなものが展開していきますので、もちろん成長しようとするのは大事ですよ。願いが叶うって言いますけれども、適するっていう言葉あるじゃないですか。あの漢字って叶うっていう読み方もするんです。だから適した自分になると、その現実に叶う自分になると叶う。成長するっていうことは大事なんですけれども、なぜそれが実現するの？って言われた時に、いや私だからって言えるかどうかです。それを思ってあげられるようになると結構実現するんですよ。私だからって思ってあげられるようになると引き寄せ力っていうのは上がってきますので、でもじゃあ今急に思えって言ってもなかなか難しいので、そのためにそういう環境になれるっていうことも大事だし、そういう環境に、身を置くのも大事です。ゴールデンウィーク中に行くと、運気が上がる場所、そのうちの一つに理想の自分がいる場所に行きましょうっていうね。で、それは行くことで、その場の雰囲気を五感で感じるということも大事なんですけれども、その場が自分にふさわしいと思えるようになると、そういう現実が少しずつ見えてくるようになるんですよね。だから理想の自分はすごいいいホテルにいるんであれば、そのホテルのラウンジに行ってみるというね。その場に行った時に、なんか気遅れ、最初はしてしまいますけどね、気遅れするんじゃなくてちょっとずつその場に馴染んでいくと、その場のに応じた自分のアイデアが出たりとか、あり方っていうのが身についていくので、そういう場に足しげく通う。お金使いすぎるの良くないです。でも身の丈をしっかりと守りながらそういう場所に通うようにしていくと、その場にふさわしい自分っていうのが作られていくのでね、そういうふさわしい自分っていうのを作っていくと運気っていうのが上がっていくんですよね。ぜひそんなことをね、意識していただくといいです。昨日ちょっとツイッターでつぶやいたお話があってね、大事なので何度も言いますが、すごい人たちはちゃんとした人たちではないんですと。自分を信じた人であり、できないことを受け入れた人であり、できないことを助けてもらった人です。だから何でもできるちゃんとした人にならなくていいっていうね。まずは今の自分をそのままに認めることが大事なんです。
ふさわしい自分になるときに、ちゃんとした自分じゃなくて、今の自分がそういう現実にふさわしいと思ってあげることです。で、もちろん、自分の中で成長すべき部分とかね、あるんですけれども、今のできない部分とか、ちゃんとしてない自分っていうのも自分ですから、その自分も含め、ふさわしい自分なので。で、このマインドセットがめちゃくちゃ大事なので、だから行動も大事ですよ。行動しないと、例えばお金は入ってこないですから、お金っていうのは価値提供の分だけ入ってくるので、行動は大事ですけれども、マインドセットの部分で今の自分でいいんだと、今の自分はふさわしいんだって思いながら、一つずつやるべき行動を取っていくっていうことがすごく大事なので、本当はすでに叶う自分であるのに、マインドセットができてないから引き寄せられない人っていうのも結構いらっしゃるので、ぜひこのふさわしい自分っていうのを作っていかれるとね、いいなと思います。企業祈願をすると自動的に、祈願が叶うわけじゃないですよね。他企業祈願を申し込みいただいて、僕が皆さんのが実現するように祈願してくるとですね、次何が起こるかっていうとですね、まず今と実現した時、その現実とにエネルギーのねラインができるんですよ。今ここね。で、実現している世界とのエネルギーのラインができる。で、ここから今の現実にエネルギーが流れてくるんですよね。で、こちらに近づく出来事っていうのが起こってくるんです。こちらの実現している波動の高さと強さを自分が身につければこの現実にアクセスするようになる。で、今の自分がこの波動に変わっていくための出来事が起こるようになるんですよね。それの一つがお試しってやつです。お試しっていうのはよくそれを本当に実現するのかっていう心を試されてる志とかね、心を試される出来事って言われたりするんですけれども、それは見方の一つで、もう一つはね、この波動の高さと強さを身につける出来事っていうのが起こってくるんですよね。例えばいつまでに痩せますっていうとお誘いがあるんですよね。飲み会のお誘いとかアフターヌーンティー行こうっていうお誘いがあったり、でもそれ言ったら、ね、ダイエットできないじゃないですか。それを勇気を出して、断ち切るっていうね。で、これ何が起こってるかっていうと、もちろん心を試す出来事ではあるんですけれども、今の自分がここで、実現している自分がこっちで、これ何が違うかっていうと、もちろん波動は違うんですけれども、優先順位が違うんですよ。物事の優先順位。で、何かを実現するって決めると、今の自分は今の自分で大切にしたい優先順位っていうのがいろいろあってね、物を食べるから、仕事からね、いろんな優先順位があって、こっちに変わっていくには、こっち用の優先順位があるんですよね。食べることよりも運動とかね、そういった優先順位っていうのがあって、こっちに変えていかないといけないんです。で、このお試しっていうのは、そっちの優先順位に変わっていく出来事でもあったりするんですよね。それプラス気持ちを試される、どうしても叶えたいってなったら我慢してお誘い断るじゃないですか。その時に自分の実現したい気持ちっていうのが強くなるんです。実現するための気持ちね。で、それが実は波動の強さに変わってくるんです。その気持ちの強さが現実を動かしていくので、で、その波動の強さっていうのが身につくようになってくるんですよね。だからこういうお試しみたいな出来事をクリアしていくことで、ちょっとずつ波動の高さと強さっていうのが身についていって、で、その実現したいことが実現する波動の高さと強さが自分の波動に変われば、その現実が実現するっていうふうに変わってきますので、祈願をしたら、一つずつ波動の高さと強さを身につける出来事がやってきますので、それらを一生懸命クリアするようにね、していっていただくといいかなと思います。まあ、そのプロセスをちょっと言っとかないとなと思って、今日はお伝えしてるんですけれども、祈願で、いろいろ拝見してて思うのがですね、臨時収入の祈願って結構多いんですよね。全然いいんですよ。臨時収入を思っていただいていいんですけれども、臨時収入よりそれが常に入ってくる方が良くないですか？臨時収入を祈るよりも、その臨時収入の額が、毎月とか毎年入ってくる方が嬉しくないですか？
で、思った以上のこと、自分が意図した以上のことは実現しないので、どうせなら臨時収入を、祈願するよりかは、それが毎年とか毎月入ってくるようにね、思った方がいいですよね。昔のビジネスのメンターがいてね、そのメンターは今はもっと稼がれてるんですけれども、その当時で、年収で8000万ぐらいだったんですよ。お聞きしたらね。で、と思って、そんな8000万のね、年収の人は会ったことなかったので、で、よくよく考えたら、この人は一等じゃなくても宝くじが毎年当たるような感じで生きてるんだと思ってね。そしたら、宝くじを願って当てに行くより、この人みたいに毎年その額が入ってくる方がいいなと思って。それからその額を稼げるように、そういうことにイメージを変えていったことがあるんですよ。だから臨時収入を願うよりかは、それが毎年とか毎月入ってくるように祈った方がいいです。どうせならそういった願望の方がいいんじゃないかなと思うので、ぜひそこは自分を信じるようにねしてあげてくださいね。ただ今のまま何も変えずに実現するかっていうと、それはそんなことはないので、ご自身で実現するように努力はしていってくださいね。待ってて叶うことっていうのは一切ないので、ご自身で本当にそれを実現するように努力するっていうことは大事ですから、宝くじ一等とか祈願してもらっていいんですよ。全然いいんだけれども、でもね、僕宝くじ買ったことないので、一等が何億なんか知らないですけど、例えば10億だったとしてね。でも自分の今のお金の器が、500万だったら、500万くらいしか入ってこないですよ。10億祈ったとしてもね。でも自分の器を1000万に広げとけば、1000万入ってきますから、器以上のお金が入ってくると人は不幸になってしまうっていうね、そういうことがよくあるんですよね。それはなぜかっていうと、扱いきれない自分のお金の器以上のお金が入ってくるからで、器に応じたお金が入ってくる方が人生って変な方向に行かないので、だから守られている人ほど器に応じた額が入ってくるんですよね。だから器を大きくしといた方がいいですね。一等は祈っていいんですよ。書いていただいていいんですよ。僕もそれ一生懸命祈りますからね。ただそれと同時に自分のお金の器が大きくなるように日々日々取り組んでいただくと、その器に応じた額が入ったりね、するようになりますので、ぜひその辺はご自身でやることはあるのでね、そこは意識していただければよりいいことが起こりやすくなりますからね。お金の器はね、いろいろあるんですけれども、一つはお金はエネルギーなので、エネルギーの器ねを作っていくことで、そのためには何かチャレンジをして達成しきるっていうことが一つですよね。で、女性の場合はですね、自分を大切に扱ったり、自分を優先させてあげたりね、そういうことをしてあげるといいですよね。あとは自己投資です。今までやったことのない額の自己投資をする、お金を払うってね、お金を器を作るんですよ。で、だからといってただの浪費になると良くないので、できたら自己投資をされるといいですよね。お金の器って何かっていうと、入ってきても出て行っても動揺しない額なんです。入ってきても使っても平常心でいられる額なんです。それが器になるので、だからお金使ったことのない人は器小さいですから、だからお金を使ってみる。で、その中で、おすすめなのは自己投資ですね。それと、使うと稼ぐっていうのはやっぱ連動してきますので、自分で、お金を生み出すっていうことをしてみられてもいいですよね。そういうことでお金の器っていうのは大きくなってきます。エネルギーの器は女性の場合は自分を大切に扱ったり、自分を最優先させたり、自分を表現したり、表現していく中で自己投資をしながら表現していくと、お金の器もエネルギーの器も大きくなってくるので。で、男性の場合、まあ女性もありですけど、男性の場合は何か決めたことを目標を立てて達成しきる、そういうことをすると器が大きくなる。お金の器を広げるには多少動揺する自己投資にチャレンジしないと開かないですよ。動揺しない程度の自己投資は今までのお金の器の範囲内なので、動揺するぐらいの自己投資をしないとお金の器は広がらないですよね。動揺することに取り組む必要性がある時に対処する方法があります。いや、勇気しかないです。勇気しかない。
でもほとんどの人はね、先延ばしするんです。ほとんどの人の人生が変わらないのはね、先延ばし癖があるからですよ。お金で言うと、今お金がないからお金ができてからって思うんですよ。でもお金ができてからって思って先延ばししている人は、お金ができた時に何を思うかっていうと、この先の支出を想像して、今これを使っちゃうとこの先どうなるかわからないからって言って使わないですよ。そうやってお金があってもなくても先延ばしするんですよ皆さん。なんかのチャレンジもそうです。これができるようになったらやろうって先延ばししてる人がいるんですけど、これができるようになったら何を思うかっていうと、チャレンジせずに、まだこれが必要だからって次のことを見つけるんですよね。才能やスキルがあってもなくても先延ばしするんですよ。時間もそうです。時間ができたらやろうって言うんですけど、時間ができた時には今ちょっと疲れてるから休もうって言うんですよ。お金、スキル、時間、知識、人間関係、経験あってもなくても先延ばしするので、それを知っといた方がいいですよね。だからずっと変わらないです。で、お金があってもなくてもいつだって、その時にチャレンジすることがめちゃくちゃ大事なんです。その時にチャレンジするっていうね、それが大事ですからね。ちょっとですね、メッセージを伝えたいんですよね。人それぞれ、人生のステージっていうのがあるんですよね。で、それは人と比べるものではないんですよ。人と比べるものではなくて、今の自分の置かれた状況、置かれた立場の中でどう生きるかっていうことがめちゃくちゃ大事なんですよ。今の自分の置かれた場所でしっかりと生きるってことが大事で、美しい生き方っていう LINE とメルマガのメッセージを出したんですよね。それをちょっとシェアしますね。美しい生き方。僕は美しい生き方というものがあると感じています。それは今の自分そのものや、今の自分の現状を受け入れ、その中で自分を認め、いい自分を分かち合って生きるという生き方です。ダメな自分があってもいいから、その自分がいることを認め、自分ができることを分かち合う。今どれだけできなくてもいいから、その自分を精一杯分かち合う。立派な自分がなくてもいい。できる自分でなくてもいい。すぐにダメな方に流される自分であってもいい。今がどんな現実、どんな状態でもいい。そんな自分でも、そんな現実でも、精一杯自分を表現し、できることをして、一生懸命に生きること。そんな生き方や生き方をしている人を美しいと感じます。それはどんな人にもできる生き方です。ぜひ意識してみてくださいっていう、こんなメッセージなんですけど、僕はまあ多くの人に見てくださって、本も出させていただいて、とても嬉しいし、ありがたいことなんですけれども、そうやって脚光を浴びる生き方が全てではないし、それが素晴らしい生き方でもないんですよね。WBC で大谷くんがすごかったし、WBC の面々、本当に感動したんですけれども、もちろん大谷くんはすごいんだけれども、その一方で、影日向で目立たないところで活躍して活躍された方たちもたくさんいらっしゃるんですよね。そういう人たちが大きな成果っていうことが起こってて、大谷くんがクローズアップされるんだけれども、彼はまあそういうこともよくわかってる方だとは思うんですけれども、その影日向にね、いろんな人が自分の役割を全うされたから全体で世界一になれたっていうものだと思うんですよ。で、僕はいつもね、その影日向に咲く人たちを見てると、その自分ができる役割を果たしている姿を見るとね、すごい感動するんですよね。もちろん大谷くんのピッチングにも感動はしたんですけれども、影日向で支えてくれてる人たちのこと、その姿を見るとね、すごく感動するんですよね。で、もちろん人たちは皆さんがね、スーパースターですけど、でもそれは WBC の話で、でも日常の中でもダメな自分いるじゃないですか。僕もサボっちゃう時もあるし、愚痴ばかりの時もあるし、そういう愚痴っぽい自分も抱えながら、サボってしまう自分も抱えながら、昨日の夜ちょっとサボっちゃったから、今日はちょっと頑張ってみようかなと思って、ダメな自分を抱えながら、いい自分を意識して、いい自分を表現して生きる。これがすごく美しい生き方だなと思うんですよね。で、サボる自分があっていいんですよ。サボっちゃっていいんですよ。でも、昨日サボったから、今日ちょっといい自分を表現してみようかなと
それを歯を食いしばるじゃないけど意識して自制をして生きる、これがすごく大事だなと思うんですよね。でこれをやるとやっぱ心は疲れるので、無理すると疲れるので、また無理しちゃった自分を癒してあげるためにサボる時間っていうのもあって全然いいのでね。なんかそういうことをして常に意識して素敵な自分を表現しようと努力するっていうことが僕は素敵だなと思うし、それこそが美しい生き方で、その素敵な自分の度合いっていうのは全然人それぞれ違うんですよ。もうステージが違いますから。でも美しい生き方はどんな人にもできるんですよ。たとえすごい人であっても、人をケチョンケチョンに言うばかりだったら素晴らしいステージにいながらも、この人は美しい生き方はできてないですよね。でも影日向にいながらも美しい生き方をできる人たちはいっぱいいるし、今の自分もできるんですよ。それをやっていく、それを積み重ねていくことが実は大きなステージに行く秘訣だと僕は感じてて、だから今の自分で全然できるので、ダメな自分がいてもいいし、その自分を抱えながら自分が誇れる時間っていうのをちょっとずつ作ってあげるといいんじゃないかなと思うので、ぜひ意識してみてください。それこそが僕は偉大な毎日であり、素晴らしい日々であり、美しい生き方だと思うんですよね。で、だから僕は何も貢献できない時に、こんなことでは腐ってしまうって思ったから、ちょっと恥ずかしいんだけれど、ゴミ拾いをしてみたんですよね。でもゴミ拾いしてるから立派かっていうと、そうじゃなくて、家に戻ったらうつうつとした時間を過ごしてたんですよ。その両方あるので、両方あっていいので、ちょっとでも誇れる自分っていうのを作ってあげるとね、いいんじゃないかなと思うので、誇れる自分を作ってあげることで自分のこと好きになりますから、自分って悪くないよなって思ってあげられるようになるので、ぜひそんなことをしていただくと、なんか素敵な大人が増えて、素敵な人間が増えて、世の中が良くなっていくんじゃないかなと思うので、僕のメッセージなんて伝えれることは微々たるものですけれど、そこからね、ちょっとずつ世の中が良くなっていくんじゃないかなと思うので、ぜひ意識していただければと思います。波動が変わるときというか、自分のステージですよね。自分のステージが変わっていくとき、いろんなことが起こるんですよね。何かというとですね、手放しの出来事が起こるんですよね。人生が変わっていくときには、まず起こるのは手放しの出来事。波動が変わるときも手放しの出来事が起こります。例えば会社のコンサルをすると、まずお清めをしたり、必要なところはロゴマーク作ったりとかしていくんですよね。でそうすると会社の波動が高くなるんですよ。そしたら今までの波動で集まってたスタッフがいらっしゃるじゃないですか。で新しい波動に変わると、この波動に合わないスタッフっていうのが出てくるんですよね。そうするとスタッフが離れていくっていうことも起こります。お清めをして起こる出来事としてよくあるのが、問題社員があぶり出されるってことがあるんですよね。例えばお清めをした後横領が発覚したとかね、そういうこともあるんですよ。で横領が発覚するとその社員は解雇できますけれど、問題社員があぶり出される。でもそれ一見するとね、なんでこんなことが起こるんだって思うかもしれないんですけれども、その人が出て行ってもらうと新しく優秀なスタッフが入ってくるというね、そうやって入れ替わっていきますのでね。でもこの横領が発覚したっていうこの一部分だけ見るとネガティブじゃないですか。なんでこんなことが起こる、私の人生にってなるんだけれども、それは長い目で見るとその人が離れて新しい流れがやってくる。だからこの一見するとネガティブな出来事っていうのが波動が変わる時には起こります。それに一喜一憂しないことです。だからよく縁結びの神社に行ってね、彼氏と一緒に行って、でこの彼とずっと一緒にいられますようにとかね、思ったりとかすると、その後別れたりすることがあるんですよね。縁結びの時にはまず起こるのが縁切りだったりするんですよ。新しいね、本当に素敵な人出会いっていうのが、神社の神様はそれを起こそうとしてくれてるんだけど、こっちずっと執着してたら、こっち本当に出会いたい人との出会いっていうのが訪れないので、縁結びの前にも縁切りがあったりするんですよね。その縁切りにやっぱりとらわれると新しい流れっていうのがやってこないので、だから人生が変わるときって必ず手放しがあるんですよね。自分らしい人生の実現もそうです。弊社の理念は自分らしい人生の実現のサポートをで、自分らしい人生ということを常にサポートしていってるんですけれども、自分らしい人生を極めていく過程ではやっぱり友達の総入れ替え、別れと出会いですよね、繰り返していくんです。
その度ごとにその別れっていうものに気打ちしてると、もうなかなか成長が遅くなってしまいます、ね。だからそれぞれがそれぞれの場所で今まで、よくしてた人が離れていく。でもこれを引っ張ったりとか、これはなんでだって思ってると、お互い、新しい流れがやってきづらくなる。これは別れっていうのは悪いことではなくて、それぞれの世界でそれぞれの道を作っていきましょうっていうタイミングなので、だから離れていく人もそれはそれでいいし、この人のことも応援してあげたらいいし、この人はこの人で新しいステージで頑張られるとね、またそれぞれの自分らしい人生の実現っていうことが展開していきますのでね、それぐらい波動でいろんなことが変わってきます。だから一時の手放しの出来事に一喜一憂しないということは常に気をつけられるとね、いいですよね。例えば高校に進学した、例えば大学に進学したってなると、次高校での新しい人間関係が得られて、そうすると中学校までの人間関係は費やす時間というのは少なくなるじゃないですか、まあ、高校の部活とか高校で新しく出会う人とか、そうやって、僕たちは大人になるとそういうことっていうのは少なくなりますけれども、目には見えないけどそういうことは起こってるんですよね、節目節目で。僕なんか会社辞めるとやっぱ人間関係も変わって、自分の成長に応じて付き合う人とか常に変わっていく。でも過去を良くしてくださった人とか、過去をセミナーに来てくださった人とか、今でも大好きですしね、今でも応援してるので、何かあったらお手伝いできたらなと思うので、ただ会う頻度が変わるというだけです。縁切りっていうのはね、会う頻度が変わるっていうだけなので、だから今その人にふさわしいステージで頑張ってねって心の中で思って、で自分は自分で、自分の道を極めていくっていうことをやってるんですよね。だからみんなで一緒に登っていこうねっていうのはありかもしれないんですけれども、登っていくとね、道が分かれだしましょう。一緒に登っていってるんだけれども、もうやっぱ人それぞれ性格も違うし、なりたいものも全然違ってたりするのでね。だから一緒に登っていくんだけれども、登っていくと道は分かれたりっていうことも全然ある話なんでね。なんかそれぞれの世界でみんなが一生懸命前向いて生きる。その過程でやっぱ離れていくっていうことはあるので、そんなことに意識を取られない。そういったことに引っ張られない。お互いがより良い道に行ってるんだと。捉えられるとね、いいかなと思います。この前 LINE メッセージしたやつですけれど、ネガティブな出来事の意味、僕たちは生きていると普通にネガティブなことが起こります。それに対し後悔したり罪悪感を持ったり、ずっと囚われたりしますが、ネガティブな出来事はなぜ起こるかというと、成長してより幸せになり、幸せを分かち合うためです。誰かを傷つけてしまったら、より成長して傷つけた誰かと同じような人の力になるため、何かに失敗したら、より成長し、同じような失敗でつまずいている人の光になるため、だからネガティブな出来事が起こります。が、それにとらわれていると、ずっとそのままですし、そういう人がとても多いです。成長しましょう。成長しなければ全てが無意味です。成長していけば、やがて、あの失敗があったからと思えるようになりますから。今日も素敵な一日をっていう。本当その通りです。成長しましょう。成長しないと、相手をずっと恨むだけになります。あの時私を捨てやがってって。でも成長して成果が出たり、成長して誰かと出会ったりすると、この成果が出たりも、この人との出会いも、あそこで離れてくれたからっていう風になってくるんですよね。人生はコントロールできないとお話をされている方がいらっしゃったのですが、そうなら何のために頑張るのか分かりません。よければ教えて。いい質問。人生はね、そうなんです。起こることは起こるんですよ。起こらないことは起こらないんです。そういう流れってあるんですよね。人生に起こることが起こって、起こらないことが起こらないっていう流れがあるんですけど、これは大きな流れね。でね、こういう断面ね。こういう断面を見ると、波動に応じて、いろんな現実があるんですよね。ずっと起こる大きな流れの中でずっとここにいる人、ずっとここにいる、ここいるし、ずっとここにいる人もいるし、もっと上もありますよね。そしたら起こることは起こってくるんだけれども、見える現実っていうのは全然違うんです。これをパラレルワールドね。同じ現実なんだけれども、見ている世界っていうのは全然違うんですよね。だから、起こったことに対してはそれが起こる予定だったなっていうことを思われるといいんですけれども、じゃあ今
流れの中で自分の人生の流れがこれだとして、この今はこれだとして、でもここのこの流れを生きていく中でここにアクセスするように4番から1番にアクセスするようにしていけば、その今までよりもより幸せな豊かな現実の中でこの流れを経験するんです。これを決めるのは自分の意思です。で、もっと言うと、これが今で、この1番が望む現実であれば、この流れはあるんだけれども、ちょっとずつ上がっていく中で望む現実にアクセスできるようにはなるんです。だからそのコントロールできないものと自分の波動を変えることでアクセスできるものって両方あるんですよ。この両方が人生の中では展開してる。だからこれを変えることのできない宿命と思われるんです。で、これは変えることができる運命と思われる。この2つが微妙に交差し合って人生っていうのは形成されてるので、だから流れの中で起こることは起こりますけど、でも幸せや豊かさっていうのは自分で決めることができるし、どの現実でその流れを経験するかっていうのも自分で決めることができるんですよね。そんな感じで捉えられるといいかなと思います。波動の高さの上限値を上げていくための習慣や知識、知恵を知りたいです。波動の高さの上限値。これ何かっていうと、ちょっと補足でね、説明から入りますね。自分の波動と似たような波動の現実や人や場所や情報と共鳴する。これが波動の基本的なお話ですよね。でも一日のうちで波動が高い時と低い時あるでしょ。なんか朝起きて気分良ければ、すごく前向きな気分の時波動高いですし、満員電車乗ってる時クソとかね、ぎゅうぎゅうになってもーって思ったら波動下がってますしね。でも心機一転、今から仕事で頑張ろうと思ったら波動上がるんだけれども、すぐに上司から呼び出しがあって、要件を伝えられず何時に来てくださいっていうね、それだけのねメールが来たら、なんかしたんだろうかって心配になって波動下がるし、そうやって波動が高い状態と低い状態、いろんな状態を僕たちは行ったり来たりしてるんですよね。で、しかも僕たちはみんな、いい人だし悪い人だし、頑張れるし頑張れないし、優しいけど冷たい、ね、いろんな自分がいると。そのそれぞれの自分が波動を持ってて、いい自分とダメな自分と同じだけ存在するんですよね。で、それぞれの波動で共鳴するものっていうのが違うんですよ。上が高い、そんな波動の幅があるんですよね、人は。で、例えばインフルエンサーさんが好きなことをしかせず、こういうことをやってたらこんな素敵なことが起こるからみんなもそうしようって言うんだけれども、同じようにするんだけれども、自分にはそんな、その教えてくれたその人みたいな素敵なことは起こらないですよね。それなぜかっていうと、波動の幅っていうのは人それぞれ違うんです。自分はこの波動の幅を持ってて、口角上げて上向いて深呼吸したり浄化努めていくこと、ここにアクセスするので、これに共鳴できるこっち現実だとしたら、いろんな現実があるんですよね。ここの時この辺の現実にアクセスできる。で、この人はそうやって好きなことしかせず、なんかご機嫌に過ごしているとここまでいけるんですよね。ここまで。で、この波動の上側っていうのは今の自分ではアクセスできないです。同じことをしても自分はここまでしかいけない。で、波動は低い世界でも高い世界の方が幸せだ、豊かさだって上がります。で、この上側の世界っていうのは自分がアクセスできないより幸せで豊かな世界なんですよね。だからそのインフルエンサーさんのが教えてくれるやり方やって、その人はすごい成果出てるんだけれども、同じようにやって成果が出ないのはやり方がまずいんではなくて、そもそもここまでだから、ここまで、だからうまく上がってるんですよ。上がってるんだけれども上限値がある。で、波動の上限値を上げていくにはどうしたらいい。これ幅を開いていけばいいですよね。そうすると上限値が上がってくるので、ね、でポイントは今までやったことのないことにチャレンジして未経験のことをやってみるっていうね。この内側のものっていうのは自分にとって当たり前なんです。この外側っていうのは当たり前じゃないので、今まで経験したことのないことをいろいろやってみてください。そうすると開いていきます。ただ波動の幅は上下同時に開きますので、ここの自分が見えてくる。よりネガティブな自分、よりネガティブな出来事が起こってきたり、ネガティブな自分を見てきたり、ね、そのネガティブなことが起こった時に負けないことです。負けずに立ち向かう、ネガティブな自分が出てきたらその自分を受け入れることですね。そういうことをしていくことで上下同時に開きますね。ただそれがなかなか自分だけではできない人が一個にここでブロックだったりするので、なかなか自分ではできない方が多いので、なので、がっつり浄化とブロック外しっていうのをやってます。がっつり浄化とブロック外しのセミナーで、ブロックをどんどん外していくと波動の幅が開いてくるんですよ。ブロック外しすると、ね、波動の幅が開くんです。それをやっていくことで現実の変わるスピードっていうのは
めちゃくちゃ速くなるのでね、そんなことをされるんですよね。波動の高さを上げるために新しいことにチャレンジして、もし失敗したとしても波動の高さを上げる効果はあるのですよ。ありますよ、全然。失敗が悪いわけじゃないですよね。失敗したから波動下がるとか関係ないですよね。で、この波動の幅っていうのは上下同時に開きますから、失敗して、それで、もう自分を信じて、またチャレンジするっていうことを繰り返すことが大事です。この幅が広い人はいっぱいの失敗してますから、なんか失敗を恐れないことだし、失敗して、自分をダメって思わないことです。もっと自分を信じてあげるっていうね、ことを言いましたけれども、すごくポジティブな考え方かもしれないですけどね。でも自分に期待してあげないと悲しいじゃないですか。だから自分が自分をどう扱うかっていうことがすごく大事なんです。もっと自分に期待してあげたらいいですし、もっと自分を高めてあげる努力をするっていうことがやっぱめちゃくちゃ大事なんです。今の自分で自分を判断しないことです。どんな人も、僕もそうですよ。僕の中にもまだまだ可能性がたくさんあると思ってるんです。だからチャレンジもするし、なんかトラブルあっても、これは何かさらに開花する自分がいるんだなと思って、そのトラブルをクリアするためにまたあの手この手を考えてやってきます。で、乗り越えた時には今までなかった自分が開花しているんですよ。なんか常に今の自分はこんなものではなくて、もっともっとすごい自分がいるって期待してあげることだし、それを開花させてあげることがめちゃくちゃ大事。開花させるには学ぶこと、そしてチャレンジすることです。で、この開花っていうのは、ね、スーパーサイズみたいに一気にバッと目覚めるんじゃなくて、開花はちょっとずつなんです。で、いつ開花するかっていうと、必要な能力は必要な時に開花するんです。だからその必要な時を作るっていうことがめちゃくちゃ大事なんです。それにはチャレンジすることですよね。何でもいいのでやってみることですよね。そういう時に今までにない自分、私なんかこういう自分いたんだっていうね、そういう自分が開花するので、なのでその必要な時を作ってください。家の中でずっといてもそれは開花しないですよね。ぜひそれらを開花することをする。それと大事なのは、私まだまだこんなものじゃないって自分に思ってあげること、期待してあげること、そういったことをしていただければと思うし、僕もずっとそうしてるんですよ。今もそうしてチャレンジもするし、期待もまだまだしてるんですよね。それのチャレンジの様子もね、皆さんもシェアできればと思いますしね、僕もまだクリアしてる人間じゃないですよ。同じように一緒にやってるって思っていただけるとね、嬉しいなと思います。ぜひチャンネル登録と、あと、ね、ベルマーク、通知ボタンね、押しておいていただければと思います。大丈夫ですかね。それでは本日も長い時間お付き合いいただきどうもありがとうございます。いつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございます。それでは失礼します。いつもありがとうございます。